皆さんこんにちは。こんにちは。ビハレン長崎の社長をしてます高田です。そして MC の山口真由です。よろしくお願いします。はい、まあ、山口さん今日はですね、はい、この私たちは諫早にありますビハレン長崎のクラブハウス和みに来てるんです、はい、ここに立ってるんですけども、ね、今日は何を語るんですか。そうなんです、あさってに開幕戦が迫りましたよ所長。いよいよ待ちに待ってる方多いですからね。そうですよ、開幕戦もね、あの期待の選手率いる横浜 FC が来ますよ。あ、びっくりした、間違うかと思ったら違いませんよ、横浜 FC。 カズさんがいる、ね、この横浜 FC とね、初戦このね、ホーム戦で戦うということですからね。そうですよ、イベントも盛りだくさんなので皆さんぜひお越しいただきたいんですが、はい、そんな開幕戦の前に、うん、今日はですね、監督、コーチ、うん、選手の皆さんとトークを4回シリーズで行おうという企画なんですよ。これ面白いですよね。本当ですよ、待ちきれないので行きましょう社長。ちょっと待って、はい、もうちょっと映って、いやいや、もう中にいっぱい映れますから。もう行くの、はい、はいはい、じゃあちょっと行きますね。皆さん行きましょう。2019年リーグ戦いよいよ開幕。パシフィックリムカップで優勝を果たし勢いに乗る新生ビファーレン、あさってはどういう戦いを見せてくれるのか。そこで、なんで青春にやらすのかね。なるほど、もうちょっと頑張ろうかなと。これ強い、民放各局4回にわたって監督選手が県民の気になるところにズバッと答えます。開幕直前スペシャルトーク企画スタートです。というわけで、手倉森監督、早川コーチをはじめ選手の皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。本日の主役はこちらの方々。今年から監督になります手倉森です。よろしくお願いします。まずは新生ビファーレンを率いる手倉森誠監督、過去ベガルタ仙台アンダー21日本代表監督も務めた実力者。テグさんの愛称で知られ、ダジャレ好きとしても有名です。そして今年2年目の徳永雄平選手、長崎県出身、国見高校卒と長崎ゆかりの徳永選手は日本代表としても活躍、チームの守備の要です。玉田圭司です、よろしくお願いします。今年大注目の玉田圭司選手、元日本代表、ドイツワールドカップブラジル戦では先制点を挙げるなど活躍、あのジーコや岡田武史監督など名だたる名将に認められた選手です。在籍7年目高杉亮太選手、2018年初の J1 舞台ではキャプテンも務め、長崎にとってなくてはならないチームの精神的柱です。力物っていうのは絶対あると思うので。新加入のフィットネスコーチの早川と申します、よろしくお願いします。早川直樹フィットネスコーチ、日本代表のアスレチックトレーナーやコンディショニングコーチなどを務めた名コーチ、手倉森監督とはあうんの呼吸で長年タッグを組んできた仲です。ゴールキーパー徳重健太選手、国見高校出身で昨年よりチームに加入、守護神としてビッグセーブを連発、闘志あふれるプレーがファンの心をつかみます。新加入の角田誠です、よろしくお願いします。最後は清水エスパルスより加入した角田誠選手、仙台時代には手倉森監督の指導を受け手倉森イズムを熟知している選手です。僕ね、角田さんと会った時にね、なんか発信力がすごくあってですね、うん、この人はちょっとね、ビハーレンのね、広報にいいなと思って。広報に、いや、まずは選手として活躍してるとこ見たいなと皆さん思ってらっしゃると、まあ、ね、はい、思いますけれども、まあ、ということでね、本当に1月は沖縄のキャンプでもう長丁場でした。それから2月に入りました、はい、ハワイに行って、ハワイで何が起こったかって、優勝したりしてます。そうですよ、パシフィックリムカップ優勝おめでとうございます。あれはね、皆さんは向こうにいらっしゃったけども、うん、長崎の人だけじゃなくて長崎ファンの、ね、全国の方がすごいっていうのが掲示板とかどんどん出たの、知ってます？すごいと出たんですよ。そう、パシフィックリムカップ2019の優勝は県民の注目、期待を一気に高めたんです。そこで県民が今新しいチームにどんな思いを抱いているのか街で聞いてみることにしました。監督変わったけいいんじゃないの、うん、それやっぱ J1 に上がりたいな、はよな、 J1 があれね、 J1 昇格です。あ、それはどうして。いや、それは悔しかったじゃないですか。
去年やってくれるでしょやってくれると思います。全然サッカーは分からないですけど、多分皆さんが頑張ったら長崎県が盛り上がるので頑張ってください。勝ち負け関係なくもう楽しく一生懸命プレーしていただければいいなと思ってます。小さい時からやっぱりサッカーを見てた人間からすると、やっぱり玉田選手がやっぱ入ってきたことによって感動を見せられたらなと思ってます。貪欲にやっぱりゴールに向かわんば、はい、うん、まだそこが足らない。やっぱり好きな選手はキーパーは誰やったかな、徳寿徳重や、徳重か、抜き出しやっけんね。やっぱり、ま、みんなね、やっぱそういうところを持たんばね、抜き出しやね。ビバーレン頑張れー、ヒエラン頑張れー。いろいろ意見があったけど、ね、一番受けたのはやっぱりうな重の、なんか美味しそうに徳重選手が、ね、徳重になってましたけどね。徳重さん、今の感想どう？ありがとうございます。徳重、それみんながそう呼んだら面白いじゃん。でも、ね、もう特需とその話題でニヤッとしていただきましたけども、はい、さあそんな監督コーチ選手の皆さんにもここに期待してほしいということを書いていただいていますので、早速皆さん挙げてください。お願いします。おお、なんかシンプルなコメントから、社長どれが気になるか。やっぱ最初は親分に行かなきゃ、顔色ってどんな意味ですか。監督の顔色じゃないですかね。俺らが伺うんですよ。いやもうサポーターもチームが勝ったり負けたりしたら一番最初に監督の顔を見るじゃないですか。まあ僕が落ち着いてればチームは落ち着いてるということなんで、ぜひそこを見てほしいなと。まあ日焼けしてますけどね。一瞬それかなと思ったんですけど。徳重君、徳重君、ちょっと今日は徳重です。そのシュートストップっていうのは、シュートが飛んできた時に僕はしっかり止めるっていうところを見てほしいなと。これはね、止めた時のやっぱりこのみんなのね、こう盛り上がりってすごいもんね。そうです、もうあそこ本当ドキドキしますね。入れられた時のね、もう本当に大変ですね、キーパーも本当に。応援してます。これはどう。そして徳永選手と高杉選手は共に長崎への思いを挙げました。また今も、まあ、7年目なんで僕長崎、はいはいはい、まあ、長崎愛というか、まあ、そういうのを長崎のために頑張れればなと。フィットネスコーチの早川さん、何て書いてますか。これですね、うん、コンディショニング吉光コーチとの絡みって何を絡むんですか。いろいろあるんですよ、うん、絡みは。ちょっと喋ってください。J2 で唯一フィジカルコーチが2人いるのは長崎だけなんです、実は。あ、豪華ですよね。豪華、うん、贅沢ですよ。贅沢ですね。だからまあたくさんいるね選手を、まあ、なるべく細かく個別に、アプローチしていきたいなと。いや僕ね、沖縄のキャンプに行った時にねお話聞いたんだけど、その個別にっていうところがすごいですね。もう選手が30人ぐらいいたら一人一人のねやっぱり特徴とかその体の具合っていうのをもう本当に見て、それに合った指導を今度また監督がそれに基づいてやっていくっていう、これはねすごいですよ。そう、キャンプ中もきめ細やかなフィジカルトレーニングを行っていた早川義満両コーチ。2人の連携が選手の体力アップに大きく貢献しているんです。試合では見れないんで、これが。あ、そうですよ。どうしたらいいんでしょう、我々ファン、サポーターは。試合では見れないんで、はい、ぜひ、ナオミに練習を見に来てほしい。で、絡みで、2人が例えばですよ、玉田さん、違うことを言ってるってことないですか。あと困ったなっていうことないです、うん。その時はやっぱり吉光コーチの方を。あ、おい。じゃあ玉田さん、なんて書いてあるの。左足か右足っていうのはどういう意味ですか。え、どういう意味でしょうね。僕左利きなので。そうですよね。これ左足に注目されると思うんですけど、あれ、あいつ右足も上手いじゃんと思ってもらえるように。なるほど、レフティーだけではなくっていう、うん、やっぱりちょっと別に左足と右足の太ももの大きさ違うんですか、サイズは。そうですか、コーチ。いや、そんな違わないよね。そんな違わない。さて、そんなビファーレンが今季戦うのが J2 の舞台。気になるチームはどこ？徳永選手、いかがでしょう？僕はもう、横浜 FC。え？開幕戦ですね、はい。はい。とにかく勝ちたいんで、最初。
もう初戦を勝って勢いつけたいなと。一番気をつけなきゃいけない選手ってやっぱりチームでいるじゃないですか、はい、横浜 FC 誰ですか。去年たくさん点取ったのはイバー選手だと思うんで、はい、そこはでもシュートストップに任せたら大丈夫じゃないですか。そうです、ね、徳寿君どうですか。燃えるチームでは監督が選ぶ J2 チームベスト3はどこ。いやもう自分たちが優勝して上がるだけだなっていう、まあ優勝できる感じで見てますよ僕は。長崎、まず長崎2位3位関係ないですよ。お、なるほど。全然目もくれず、目もくれず、はい、もう優勝しか見れない。自分たちが1位になることだけ。これで嬉しいですね。嬉しい、なんか妙に安心してきました。はい、本当ね、もうこれだけでもう今日の番組終わっちゃう。まだまだ聞いてますので、はい、ビバレンは長崎唯一のプロスポーツチームだからこそ県民はプロ選手に興味津々ということで、続いての調査はビファーレンにこれが聞きたい。普段街とか歩いてらっしゃるんですかね、選手の方も。わかんないですけど、長崎とか街を歩いてらっしゃりするんですかね。なんか筋肉好きなんですけど。どんな筋トレしてるんですか。監督テグラモリさんですよね。テグラモリ監督に対して、どうしても直してほしい、なんかこう、不満なところとかありますか。まあ、玉田さんがやっぱりこう新加入したんで、まあ、玉田さんを応援したいです。 50m 走何秒かなって気になります。いや、いろいろありましたね社長ね。ええー、ということで皆さんの声をこちらにまとめてみました。さあ社長はどんなところが気になりましたか。僕はもうただただ、はい、監督に直してほしいと思うことってどんなこと、はい、普通言えないじゃないですか。角田選手から聞いてみましょうかね。角田さん何かある、はい、俺の直してほしい。そうですそうです。監督テグさんにです。選手がです、うん、さあ言いたいところ行きましたけども、行った方がいいですよ本当に。いや、はい、いや僕仙台でも3年お世話になったんですよ。そうだよね、はい。でもその間もずっと電話とかさせてもらってて、うん、本当にないんですよね。ないというか、逆にその、まあ、相談僕がすることが多くて、まあ、家庭のことも含めて、だからすごくもう信頼してるというか、まあ、でもこれは僕の意見ですから。いいとこ振りました。今なんかしまったと思ったら私だけでしょうか。いやもう次私聞きたかったこの 50m 走何秒っていうところで、ちょっとこれ順番に聞いていってもいいですか。あ、いいですよ、はい、徳永選手からお願いします。 50m、 はい。いや、測ってないです。測ってない。分かる方いらっしゃいます？この中で。俺こんくらいっていう。で、早川さん、これは 50m 走測ってて記録取ってないんですか？はい、50m は測らないです。測らない。サッカー選手で 50m も本当にスプリントする機会がありますけど、多くないんで。あ、そうですか。まあ、サッカーはね、単純に走ることがほとんどないので、やっぱり先に予測したり、相手との駆け引きであったり、なんで多分そっちの方が大事かなと思います。まあ、足の遅い人はそうやって言うんですよ。なるほど。そうか、皆さん口濁してらっしゃるっていうのはそういうことだということで、次の話題に行きますか。私徳重選手と実は浜の町で会ったことがあるんですけども、すれ違ったことが。皆さんどうなんでしょうか、長崎の町は歩いて。ちょっと歩きました、はい、どこですか。どこ歩きました。市内の方ですね。あんまどこっていうのも分からないんですけど、でも一回ご飯食べに行って来た初日ですかね。で、ちょっとおばちゃんかおばあちゃんぐらいの人がいて、うん、どっから来たのって言われて、あ、名古屋ですって言って、で、何してる人って言われたんですよ。あ、サッカーですって言ったら、はい、あ、スタジアム作る人って言われて、そっちですかっていうショックでしたね。俺はもうちょっとサッカー頑張ろうかなって。ちょっといいですか。はい、僕この間早川さんと一緒に飯食ってたんですけど、長崎今何が盛り上がってますかっていう話でランタン祭りってなって、はい、ランタン祭り何が一番楽しいですかって言ったらパレードっていう、で今年誰が出るんですかって言ったら乃木坂の誰かとビファーレンの新しい監督って言ってたなって俺らの前で喋るんですよ。知らない。でそのおばちゃんがなんでそういう人にやらすのかねって。監督のリアクションはどうだったんですか。もう早川さんと俺それは面白いな。
ポーツ選手にとっては人気も重要な要素。これはまだまだ知名度を上げていかないといけませんね。というわけで続いての県民調査、この中で恋人にしたいのは誰？ちょっと強そうなゴールキーパーさんで守ってくれそう、ゴールのごとく。ちなみに関係ないですけど、はい、彼氏います？あ、はい。こんな感じですか？あ、こんな感じこんな感じ、ゴリラみたいな高杉さん顔がワイルドでかっこいいから守ってくれそうな気がするよくわかんないけど、ディフェンダーだし、ほらこちらの小さなレディが選ぶのは、お、来ました、かっこいい、かっこいい、かっこいい。ではお母さんは2番の、徳永さん、徳永選手のかっこいいので頑張ってもらいたいです。顔ですか？顔で選びました。いや、結構おじけ、あ、この人がいい、鎌田さんの顔がちょっとこの長めの こういう輪郭の人めっちゃ好きでも褒めてます。私は鎌田選手ですかね。優しそうな感じが、大人な感じの、はーい旦那さんに怒られるかも高杉さんはかっこいいですよね。高杉亮太選手、もうずっと高杉選手です控えめなんですけど、こう内に秘めてるものがすごく熱くて大好きですほら山口さんは5人で誰なんですか？私はですね、一、はい、人 和服をこうサムエとかを着てほしい方がいらっしゃって、うん、誰？角田選手にちょっと和服が似合いそうだなと思ってあ、似合うね、ずっと、はい、注目してたんですけれども、すいません、私の好みは、はい、じゃあ多分角田君が来るんじゃないですか？いや、もうどこにどなたがか、もう皆さんちょっとまずはもうこちら3位から5位を開けたいなと思います。いきます、じゃん、このようになりましたけれども、え、ちょっと待って、はいまだまだね、長崎に来て間もないですから、ちょっと待てよって感じだな、これは。4位は徳永選手、3位は徳重選手という結果に。というわけで1位は高杉選手、玉田選手のいずれかに。1位2位はこのようになりました。ドン、1位が高杉選手、2位が玉田選手ということになりましたけれども、年季が高すぎて独身だからかなと思うんですけどいやでも本当にね、こうしてやっぱりだんだんこう距離が近くなってくるといいですよね、うん、そうですね、皆さんにこう覚えていただいて、はい、うん、なんか長崎一つになるっていう感じが、はい、長崎ザ・ワンに近づいてますね、そうですよね、はい、なので皆さんもその意気込みをですね、最後に伺ってみたいなと思います、うん、どなたから社長いきましょうか。はい、はい、もうそれは監督から、はい、監督からでは、いや、もう本当開幕でね、今年の我々の意気込みっていうのはもう全面にもう表現して、で県民の皆さんに勇気と自信をね、伝わるようなゲームの勝利を届けたいなと思います。長崎魂で1年間頑張っていきます。そして、J2 優勝、J1 昇格の目標を果たして、いい1年にしたいと思います。僕自身、楽しみたいですし、開幕戦で、あ、長崎今年面白いなって思ってもらえるように、そして、スタジアムに足を運んでくれる選手が、あ、人が、1人でも多く、来てくれるように頑張りたいです。はい、本当チーム一つになって、長崎のために頑張れて、結果出ればどんどん長崎が盛り上がっていくので、長崎のために頑張っていきたいと思います。まあ、本当に自分の全てを持たすつもりで、もう本当に今年でサッカー人生、まあ、選手人生終わるぐらいのつもりで、もう全てを捧げたいなと思います。今年の目標っていうのもはっきりしているので、その目標に向かってしっかり、いいスタートを切れるように開幕戦からしっかりやっていきたいと思います。はい、スタジアムはもちろんですけど、とにかく トレーニングをしっかり、見てもらいたいな、ぜひ見に来てもらいたいなと、思います。1年で J1 昇格、頑張りたいと思います。はい、本当に全選手の、ね、話は聞けなかったんですけども、皆さんどうですか、距離が近くなりましたか？
今年1年間はみんなで長崎もオールトゥゲザーでですね頑張って全員を目指しましょうという、まあ、皆さんの意気込みを感じていただいたと思います。まあ、我々も頑張りますんで、やはり長崎今年1年も応援してくださいよ。よろしくお願いします。ということで今日は選手監督